はい、こんにちは。明日3時間早出のトムです。あ、はい、気を取り直して、気を取り直して噛んだ。気を取り直して、今日もまったりマインクラフトおやすみなさい。おはようございます。もうすぐベトベトする。残業、遅番でね、残業するとなるとね、環境じゃなくてね、早く出なくちゃいけないっていうね、めんどくさひどいんだよ、言い分がひでんだよ、言い分がひでんだよ、ひでけど、ひでけど、もうまあブツブツ言うのもね、あれだから、あれだからと、早速ダークオークの方は前じゃない、前じゃない、よしっちゃう、前だ。スピーディーが、スピーディー坂田。そう、スピーディー。そんな感じだ。ダークの、ダークオーク、取ってね、床を直して、直して、作って、床っていうか、2階の床ね、1階の天井。あと壁も考えなくちゃな。一切考えちゃいたい。どうしようか。アカシア。アカシア。まあ、床が黒い分ね、壁を明るくすることによってね、こうね、なんか、うん、なんか、うん。一回ごとに色を変えていく。うん、いつものスタイルです。大体そう、いろんな色を使いたくて、うん、できれば真っ赤にしたいんだよ。ただね、時間がかかる、めんどくさいっていうのでね、うん、うん、痛い、うん、結局まっすぐ行った方が早かった。あそこまっすぐ行った方が早かった。さっき見たところね、あそこまっすぐ来た方が早かった。結局遠回りしてしまった。効率が悪い。はいはい、よっと、卵貯めるだけ貯めて全然鳥の巣に投げに行かないって。うん、遠いんだもんだって。下に相手のチェスト置いといて、そこに定期的に入れといて、溜まったら上に行くって言ったけど、行かないっていう。まずそのアイテムチェストのとこまで行かないっていう。残念な、残念なあれが。うう、ウル、ウルノス、ウルノス、そう、ウルノス、ウルノスも作っときたいね。羊毛はね、結構 あればあるだけいろんなとこにも使えるからね。カーペットにしたり、いろいろね、うん、旗にもできるからね、すごいね。欲しい。常に1スタックずつぐらい貯めておきたいよね。赤に関しては5スタックぐらい貯めておきたい。うん、まあ、5スタックあっても一瞬で使い終わっちゃいそうだけどね。城を作った後に赤い家を建てよう。うん、お、ありがとう。これはあれか、これはあれか、帰りに犬に出会うよっていう、そういうあれか、そういうあれか。マジか。とにしてもね、今日は雨降っててね。この間いつだっけ、土曜だっけ、日曜だっけ。まあまああったかかったけど、また今日寒くなった。もうね、髪の毛は用だけある。うん、暖かくなっては関係ないんだから、なかったね。うん、雨でくるくるしだした。多分、ね、この長さが多分この俺の天然道具愛的に
ベストな長さ。これ以上長くなってくると今度はね、うん、言うこと聞かなくなってくる。上の方とか後ろの方が、後ろの方に関してもね、気にしない負け、気にしない、気にできないっていうのもある。自分で切ってるから余計だよね、余計変な風にくるくるしたす。前髪はね、もう切った時に結構バッサリいったんでね、上の方とか後ろの方が伸びてきたり、襟足が伸びてきてもね、そこの方は大丈夫なんだけど、あんまね長くなってくるとね、今度前髪はね目を攻撃しだすから、外羽ね、まだ今はね内側にくるんってなってるんですよ前髪、まあ、そこまでくるんじゃないけど、まだある程度長くなってくると今度外側に跳ね出すんで、である程度こう眉毛ぐらいまで伸びてきたくらいになると内側にまた戻るんで、眉毛超えたあたりから内側に伸び始める。そう、目を狙ってくるんで、ボーダーライン、境界線上、境界線はこう眉毛を境界線として攻撃します。多分切った時もね、何切ってんだよっつってね、目を攻撃しに来てるんだけど、ダメージなしで、もういいやっつってね、全然いいし、もう全然いいし、俺いいしみたいな感じでね、ちょっとマイクのコードとイヤホンのコードがちょっと何ぐちゃぐちゃになっちゃって、テンパみたいになっちゃって俺いいし、どうでもいいしみたいな感じで外側に跳ねといて、眉毛すぎたあたりから嘘だしみたいな、嘘だしやっぱ許さねえっつってね、目を狙います目のとこまで来るでしょ、それでまた目を狙っていく、そこで一回目のとこまで来て外に跳ねてくれればいい、やっぱごめんっつって、やっぱごめんっつって外に来るって言ってくれればいいんだけどね、まああと内側来るんだ、まだ内側いるんだ、で内側来たっつって、まあ目を通り過ぎたあたり、目を通り過ぎたあたりから今度外に跳ねる、もういいやっつって、もう十分だっつって、その頃にはねちょっと横のこう目に来るからっつって横脇にするじゃない、まあ、7、3なんだけどね、ほぼ。たまに8、2ぐらいになるけど。いや、右側と左側でね、跳ね方が違う時がたまにある。周期で、そういう周期があるから、長さで。うん、右側内巻きで、左側外みたいな。左側が内巻きで、右側外みたいなね。あるから、うん、右か外行ってるからっつってちょっと七三で分けてみたいな感じかな。一番厄介なのがね、耳の上、耳周り、ここがね短くするとね常に耳をチク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 と攻撃してくる。すげーかい、それが赤いっつって、すげー耳を、だから腕変えてるか耳を変えてるかどっちかだからね、ここ最近蚊に刺されたところ変えてるか、変えちゃダメって言われてんだけど変えちゃうんだよね、うん、そこを書くか、もしくは耳で伸びてきても、そこら辺はだいたい内巻きだから、ずっとある程度伸びるまで、耳を通り過ぎると今度外に行くから、それまでは内巻きだから、内巻きで外側をチクチク攻撃してんなと思ったら、今度伸びてきたら今度耳の中の方をチクチク刺すから、タタタタって、かゆくかゆくかゆく、耳の中はもう痒いんだよね、蚊に刺されてんのかなっつって、触ったら、あ、髪の毛かっつってっていう
ね。そう、電波ってやだね。一回だけね、美容室に行ったことがあるんです。ストレートパーマ当てに、ね、その時言われたのが、いやこんないい髪のね、髪質でね、いい感じのパーマなのにもったいないっつって、ストレートの人はパーマにしたがらないねっつって、こういう髪型にしたい人多分いっぱいいると思うよっつって言うんだけどね、いや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 っつって、そうですかねっつって言わなかったけど、はっはっはっつって、はっはっって言っただけで15、16の時かな。おやすみなさい。おはようございます。全然こう会社でも喋んないしみたいな、仕事の話でも全然喋らない。15、6の時は本当そう、友達としか喋らないみたいな感じだったから、ある程度してこう18とかになってね、仕事を変えてからこう仕事の話でも割と喋るようになったし、仕事以外の話でも割と喋るようにはなってきて、なってきてる。でね、髪質が違うっていう、ね、ストレートパーマ一回当てたから、それで髪質が変わったのかなっていうのもあるしね。左側のがまっすぐなんで、確かに左側のパーマなら別にいいって思う。右側はね、右側のがくるくるなんだ立ち悪い。あれ、前髪が眉毛ぐらいまで、何回も眉毛ぐらいまでっていうのを言うけど、眉毛ぐらいまで来てるときに髪の毛を前に下ろすとすごい可愛くないキューピーちゃんみたいな、なんかいい感じにね、いい感じにじゃないみたいな、ある意味いい感じなんだけど、前髪だから前髪は下ろしてないです、もうしばらく。ストレート当てた時もね、変な風にもう作られたまっすぐ感が半端ないから、ストレート当てるとパーマ当てるとね、そのせいもあってね、その頃は横分けか若干上げてるか、短くして髪の毛を上げてるかのどっちかだ。オールバックじゃないですよ、オールバックとかじゃなくて髪の毛を上げてるっていうか、ちっちゃい頃とかはね、割と、あ、ついた、ちっちゃい頃とかは割と髪の毛がね、風呂上がりとかすぐ逆立つ感じ、ずっと髪の毛が立ってるみたいな、で寝る頃になると倒れるみたいな感じだった。眠いでしょって言われるんで、髪の毛倒れてきたし眠いでしょって言ってればいいな。あとサドル返しとこう。後ろの方のね、耳の裏とかもね、変な風に変わらず、たまに耳に沿ってカールしてる時あるから、耳に、なんだろう、こう、メガネの縁みたいな感じでさ、メガネの縁みたいな感じで耳にかかってる時がある、髪の毛がなんか変な風にモソモソするなと思って触ったらさ、だいたい髪の毛がかかってる耳に。そうでもいいや、耳の後ろの方とか内巻きになるか、外巻きになる、外羽だったらいいんだよ、
大体基本内巻き気味だから髪の毛が、まあ、内向的なんだろうね髪の毛も内向的でわがまま多分髪の毛の話ですよ、まあ、実際そうだけど内向的でわがままでも慣れてくるとこう跳ね出すみたいな跳ね上がるみたいな一気だけどこう友達とかには結構強気っていうかそういう感じ強気なんだけどそんな強くないみたいなそんな弱い感じここは何階段にしようかないいねたまにはデザインを変えようこの階段周辺のこのダークウォーク落ちた俺この上に乗ってるつもりだったけど受け取ってよかったボート置いとこうかなゴーってできるよねそしたら出れなくなっちゃうんだけどねボート消しって出てく感じになっちゃうんだろうねうんよっと取れる OK お階段お階段 OK まあアニメのキャラでね例えるとボッソンみたいな感じいやあんな頭良くないよ頭良くないしあんなに友達いっぱいいないけど雰囲気は雰囲気っていうか、まあ、テンパだしおっザッてなったけど大丈夫か取れてなかったなんだけど電波だしっていうそこだけなんだねそこだけなんだねこれ使えないんだこれえお右クリックしながら左クリックすると取れるんだへえカチカチってやらなくてもいいんだもしかしてそんなことね。あっちに俺今作業台置いた気が持ってる。作業台置いたの何だった？なんで作業台置いて取ってんの？何？いや俺全然気づかなかった今。そういえばっつって話しながらやったから。はい全然取れ。外に行く用事はあるんだ。じゃあ、ご飯の通り。
ジャックオランタンをそこに置けばさ、外から若干ここから見えるかな、見えないか、見えないか、惜しいな、見えないか、見えないけど、まあいいや、置いとこう。あ、持ってんじゃん、持ってるじゃん。じゃあ外に出るようしなかったわ、嘘ついたわ。全部じゃあこの辺でいいんじゃないのって思うかもしれない。いいんです、これ、これでいいんです。あのね、フェンスを置くにあたってね、あそこだけまっすぐはね、スペースが空いちゃうから、それおかしくなっちゃうからね。うん、それおかしいから、ぐらいで、さらにこうで、フェンス何個ぐらいだろう、5個、5個作ろう、5個じゃない、5個作る、つか、5個にしてやろう。トン、多いか、安くないね。え、全然少ない。お、おやすみなさい。キラキラしてて綺麗だね。すみません、おはようございます。ドット絵で群馬ちゃんを作る的なやめよう、やめよう、そういうのやめよう、そういう細かい作業絶対俺無理だから。そう、ボスと違って 手器用じゃないから、手先器用じゃないから。いや、割とどっちかめっちゃハスキーボイスになってる。どっちかって言ったら器用な方。どっちかって言ったらね。なんかこう床にこう紙置いて、学習室みたいなところでちょっとメモを取る的な。時に思い思いで感想文を書いてくださいみたいな、今思ったことをとりあえず書いてくださいみたいな、そのノートを後で提出してくださいみたいな授業があった時にね、ちょっと他の人とはちょっと違うような、書きづらいそうな風に見えたんだろうね。俺はすごい書きやすかったんだけどさ、そういうやり方知ったら、お前器用だなっていう風に言われてね。たいね、割とちっちゃい頃はこうプラモデル、かんだな、めっちゃかんな、プラモデルとかね、そんな作んないですよ。あの、作る時はすげえ集中して作るけど、そんなあの自分から好き好んでやろうっていうのはあんまなかった。大体お兄ちゃん、兄ちゃんがね、そういうのあの買うんで、買うけど、あ、ちょっと作りすぎかな、買うけどやらないからっつってパスされで、ちょっと作り始め途中だからっつって作り始めると、俺がやり始めると、よし、集中しても最後までやるみたいな感じ。まあ器用じゃないよね、器用関係なかったね、それね、ごめんね結果、豆か、そうだね、器用と豆は別だ、豆っちゃ豆だ、豆ではあるけど器用ではない。ここさ、この階段をこうやって置いたらなんかガードっぽくなるね。ガードっぽくなるし、こう椅子にもなるっていう。違うか、これ。違うな、これ。これ、ここのフェンス、ここをバー置いて、アカシアのフェンスがいいな。アカシアのフェンスを置いて、ちょっと作業台を置いとこうぜ。
強制上で作業するんだ。しばらく。はい。はい。こんぐらいかな。8。うん。2、4、8。あ、90。もう一個か。誰これ取ったの。いや、一個、はい、一個か。上、これ、こうしちゃうと、どう？あ、レッドストーン、こう、そこ。レッドストーンランプ、そこ、こう。そこはレッドストーンランプ。はい、ずれた。段差でずれた。そこ、レッドストーンランプ。玄関は派手です。Welcome! Welcome! って、こうなんかサーカスみたいな感じ。どういうこと？サーカスではないね。なんかこう、てんてれれ、てんてん、てね。みたいな感じ。感じの音楽が流れちゃうんじゃないかなっていうくらいの、なんか、アトラクションの入り口みたいな。調整して、調整しておく。高さ、ちゃんと、高さは、ちゃってなんだ。言い直そうとして言い直せなかったし。はい、いいね。ここも連打でいい。はい。この辺一帯は何もない。キャンパス。52A を書いてください。これは、美術館であり、あなたのノートです。かっこいい。ダメか。これ下一面弱光なんて埋めていくっていうのも面白いね。松明がすげえ大変。何？松明が足りなくなるな。間違いね。何？この距離でミスったぞと。うん、撤回しておこう。全然器用じゃない。おい、全然器用じゃない。器用だわ。今知ったわ。器用だと思ってたわ。通りで不器用なんだ俺。いやー、気づかなかった。うん、そういうこともあるよね。人に言われて気づく的な、そういうのもあるよね。人に言われて初めて、ああ、そうだな、そう言われれば確かにそうだなっていうのもあるよね。はい、だね。俺も、もともと、ラヌ君、試合に好きっていうわけではなかったんだけどね。気がついたら、携帯の中に入ってるメロディーが、メロディーとか着歌がね、懐かしいな、着歌。ラヌ君は試合だったと。ここもレッドストーンにしよう。よし。で、レッドストーン。うん。ここいらないんじゃないか。ここいらないんじゃないか。どうだろう。どうだろうな。いらないな。ここいらないな。撤去。撤去。ランプ、どうやってつくんだっけ。レッドストーンランプ、いい加減覚えないとのレシピ。これだけ作ってんだもんな。そう、まずはグローストーンランプを作り、それをレッドストーンでコーティング的な感じじゃなかったか。それはランプじゃないだろう。グローストーンランプを作れない。そうか。そう来たか。こう、あれ違う、あれ
逆か、逆だ、こうだ、こうだ、うわ、ダメだ、ただ思い出せない、記憶よくないです。いや、作れる、作れる、作る、作る、一人でできるもん一人でできるもん、これ一人でできるもん、これストーン1個2個これ全周囲うんじゃなかったっけ、レッドストーンで、それでレッドストーンランプになるんじゃなかったっけ、あれ違ったっけな、違ったっけな、とりあえずダークオークはもう用なしだな、うん、もうあれ以上置いちゃうと黒くなっちゃうか、ただでさえダークオークって見づらいもんだって、なんか見づらいんだよ、黒なら黒でさ、まだいいんだよ。ダークオークってなんかこう、なんか見づらい。うん、こんな感じで。ね、ここに2個、椅子を置く。大きめの椅子を置く。大きめの椅子はないから、普通に階段を2個トン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 する。大型アップデート家具とか出ないから。でここをフェンス置いて、この手前に椅子をトン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 、ここまで、ここまで行って、こっち側はここからトン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 で、ここまで、あ、じゃあこの穴のところの中の長さにしよう、カミカミだな今回、どうした、ろれつが回ってないんだ、なぜかって今日は黙っていてから仕事中ほぼずっとちょっとイライラが係長に言い方に、俺はそれやりすぎだろっていう、そのさすがにそれ無理だろっつって、だって早番の人がいる間にこの仕事全部終わらせてくれって言い出すんだもん、へっつって言わないって言ってたのに言っちゃった、まあとりあえずおやすみなさい、閉めようとしたけど、ありがとうございます、なんかないかな、ないよね、奥か、まあ奥でもいいんだけど、レンガがいいな、でも一個足んないんだ、レンガの階段で椅子を作ろうと思ったけど、まあゴツゴツしてるからね、一番いいのは羊毛で階段、階段じゃない椅子ができればいいんだけどね、ふわ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 のソファをふわふわのソファをトト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 落ち着くわっつって、でこっちの人はねちょっとこう外を見ながらね、いやいい美術館だねっつってね、景色も最高だっつってね、で空もねガラス張りでね、昼間は青空、夜は星空っていう、そういう素晴らしいシチュエーション、山があり富士山があり、そして村が見える、なんていう素晴らしいロケーションなんだと、初デートにぴったりの場所で、え、美術館行くのっていう、え、初デート美術館でっていう、そういう、まあそういうような美大生的な感じだったらあるかもしれないけど、うん、ちょっとなんか言われたら、ええってなっちゃうね、ちょっと、え、そんなしっかりしたとこ行くのみたいな、思ったら行ってみたら、何この空間みたいな、あれ案外なんかポップっていう案外ポップだこれ見た目、あれ思ったらなんかしっかりしてる感じと違う、何この玄関すごいポップ、なんだっつって入ってみたら結構しっかりしてるな、ちょっとあそこでもないな入ったら余計ポップだったそんないろんな人だ、いろんな人が楽しめる、そう素晴らしい素晴らしい美術館にしていきたい、館長そう村長でもなく王様でもなく館長として今これを作ってるからというわけで、グダグダ言ってましたが、気に入って
にしないでください。最後にご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方よろしかったらお願いします。以上、赤月智がお送りいたしました。バネー。